ケンチャンネルへようこそ。今回はエンビゼライン矯正のアンフィット時の対応についてお話していきます。興味のある方は最後までぜひご覧ください。歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。エンビゼライン矯正ではマウスピースをつけて歯を動かしていきます。マウスピースがしっかりと歯にバチッとはまっていない時にマウスピースが浮いてきてしまったりすることが時々起こります。マウスピースが実際に浮いてしまうと歯がマウスピースにフィットしておらず隙間ができてきてしまいます。そうなると歯は動かなくなってしまうので、しっかりとはまっていることがマウスピース矯正ではとても大事になってきます。少し浮いた状態で無理やりマウスピースを使ってしまうと歯が思った通りに動かず、よからぬ方向へ歯が倒れてきてしまうことも多々あります。なので早期に発見することが一番大事になってきます。ではなぜマウスピースが歯としっかりはまらなくなってしまうのかについてお話していきます。一つ目はマウスピースのつける使用時間が短いことにあります。1日20時間以上つけてくださいというのを推奨しています。しかし20時間以上つけれない方も中にはいらっしゃいます。1日20時間以上つけていればマウスピースがどんどん浮いてくる可能性はとても低いです。毎日15時間や10時間など少ない時間しかつけていないのにマウスピースをどんどん交換してしまうと少しずつズレが生じてきてしまいます。このズレは最初はあまり起きません。20時間つけなくても交換できるじゃんと勘違いしてしまう方もいらっしゃいます。しかし10枚20枚と続けていくうちにどんどんズレは大きくなってきます。そうなるともう取り返しはつかないです。あまり大きく浮いてしまった場合はすぐにマウスピースを作り直さなければならなくなります。このマウスピースをつける時間が短いのでずれてしまう方がとても多いので、しっかり1日20時間以上つけるように努力してみてください。続いて2つ目の原因として、もともとの歯の形がとても小さかったりするとマウスピースが浮いてきてしまうことがあります。上の歯の前から2番目の歯なんですけど、歯が少し小さく皆さんなっています。そうなるとマウスピースが歯を覆う面積が少なくなります。歯が動いてくるにつれてマウスピースがしっかりつかめなくなってきてしまって、その2番目の歯だけ浮いてきてしまうことがあります。しっかり1日20時間以上つけてるのに浮いてきてしまったってこともあるので、ここはしょうがないと言えます。ちょっとでも浮いてきてしまったらすぐに歯医者さんに行って確認することが大事になってきます。3つ目は歯を動かす量が大きければ大きいほどずれてきやすいです。例えばですが、4番目の歯を抜歯してその歯を埋めてくるとなった時は歯を大きく動かさなくてはならなくなります。初めのうちはしっかりはまっているのに1年ぐらい経ってくるとマウスピースがあれはまらなくなってきてしまったということも起きます。マウスピース矯正ではしっかりはまっていないと歯は動きません。移動量がとても大きな計画をしている場合はアンフィットが起きやすいとも言えます。とても大きく動かすような治療計画をしている場合はアンフィットになるかもしれないなと思うことも一つ大事なポイントです。ですがアンフィットになっても対応することはいくらでもできるので、そこはご安心してください。マウスピースと歯が実際にフィットしていないことにどうやって気づくのかが一番大事なポイントになってきます。毎日マウスピースをしているとあまり気づけなくなることもあります。2ヶ月に1回歯医者さんに行くことが多いのですが、そこでチェックしていただき発見することも大事ですが、ご自身で気づくことも大事です。自分のルーティーンとして毎晩夜歯磨きした後マウスピースをしっかりつけて明るい光の下で自分の歯を見てみてください。しっかりはまってるかなと1日1回チェックするだけでも十分です。そこでちょっと浮いてきてるなって気づくこともあります。浮いてきてくるとマウスピースが透けて見えるのでご自身の歯にフィットしていないことが多いです。早めに気づいて歯医者さんに相談してみてください。マウスピースがご自身の歯とずれてしまったと気づいた時に一つできる対処方法があります。マウスピースを一つ前のものを残しておくことです。マウスピース矯正を1週間から10日に一度交換していきます。新しいマウスピースに行った時に少し浮いてしまっていることが起きます。そうなった時にあれいつもと感覚が違うなと思ったら1個前のマウスピースに戻ってみてください。で、1個前のマウスピースを3日ぐらいつけると次のマウスピースに行った時にバチッとはまることがあります。これは1週間に一度交換している時に1週間で歯が動ききってないことがあります。次のマウスピースに行った時にまだ動ききってない状態なので1個前に戻ってもう3日ぐらいつけるとしっかり動ききって次のでしっかりはまることがあります。1個前のマウスピースは残すようにしておくのが賢明な判断です。
僕自身患者様には1個前のは常に残しておいてくださいと説明しています。これはクリニックによって治療方針が変わるので何とも言えないのですけど、僕自身は1個前の残すのがとても重要だと思っていますので、そうしてみてください。では実際にずれてしまい、もういくらご自身でマウスピースを1個前に戻してもはまらなくなってしまった時の対処方法についてお話していきます。一番大事なのがすぐにクリニックに行ってください。そこが一番大事なポイントになってきます。一つ前のマウスピースに戻っても次のがもうはまらない、そうなってしまったらマウスピースを新しく作ることが多いです。その状態からマウスピースを新しく作り直して、そこからまた計画を練り直すことが多いです。治療計画において遅くなってしまったと悲観する必要は全くありません。むしろ早く気づけて無理な動かし方をしていない分、早く新しいマウスピースに移行できるので、治療期間はむしろ長引くとは考えません。無理やり浮いてしまったマウスピースをずっとつけていても歯は絶対に動かないので、新しくマウスピースを作ってつけるのが一番いい方法とも言えます。もう一つやる方法があります。それは部分的に針金の矯正をすることです。歯の移動量がとても多い方に時々起こるのですが、歯が斜めに動いてきてしまうことがあります。そうなった場合、またマウスピース矯正で動かしても斜めのまま歯がどんどん綺麗になろうとするため、ずっとマウスピースがうまくはまらないことがあります。それを防ぐために針金を奥歯だけ部分的につけて、しっかりとまっすぐ並べた後にまたマウスピース矯正に戻ることがあります。これができる先生とできない先生結構分かれるので、しっかりと対応していただけるかどうか先に聞くことがカウンセリング時に大事になってきます。エイクニックデンタルでは部分的に針金をつけてしっかりとリカバリーする方法もありますので、ご安心ください。あまりやらない方ではありますが、1個前のマウスピースをあえて 2,3 週間長めにつけていただいて、次のマウスピースに移行することもあります。そうすることで浮いていたマウスピースがはまることも時々あります。ですがあまりそれは行うことは少ないです。新しい治療計画を練り直して、新しいマウスピースをしっかり作り直すことの方が僕は早いのではないかなと考えています。ということで今回はエンビザライン矯正におけるアンフィット時の対応についてお話ししました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄からフォローしてみてください。インビザライン矯正について気になる方は概要欄からホームページもチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。